どうもタブヤンです。天地を食らう続きやっていきたいと思います。劉備軍を任された諸葛亮孔明。さあ、ここから洞窟に行けるんだよね。ここはね、王道軍師の守りの煙8つを使ってダンジョン探索したいと思います。守りの煙使ってる間はね、敵出てこないんだよね。上か下か、まあ、これ使わないとあのダンジョンの探索はなんかね、動画編集でカットされちゃうんでたまにはこういうのもいいよね。守りの煙でみんなと一緒に探索しよう。宝箱があったね。お、さらにあるね。調べる。乱世の兜。え、今長鋒が装備してるのは飛竜の兜。乱世の兜、現在長鋒の武装度が190、装備してみようか。乱世の兜、長鋒が180、武装度下がってるダメじゃん。飛竜の兜の方がいいんだ。いらない、乱世の兜いらないものは宝刀軍師に渡しとくか外れだ。守りの煙すぐなくなるよ。あの宝箱も外れじゃないかな。外れにかけよう。先に進もう。階段、オッケー。さあ、北か西か南かか、どうしようかな。南行こうか。あと5つ、すぐ切れますからね、この守りの煙。階段があって、これあ、行き止まり。はい、南消えた。守りの煙1個無駄にした。あと4つ、じゃあ北に向かおうか。あ、行き止まり。これ北か西か、北かな。どうだろうな。洞窟だんだん広くなってきてるよね。もう終盤戦だと思うんでね、かなり広いんじゃないの。あと3つ。あ、階段、地下3階か。お、またさらに階段登って、守りの煙なくなりました。あと2つしかない。皆さんとノーカットでお見せできるのも、もう残り少ない。お、毒か。これ、この毒の先には何かいいアイテムがあるんじゃないの。兵力減っていくんだよね。あ、守りの煙ここでなくなって、ラスト1個。何これ。あー、宝箱3つ。干渉の剣。長鋒土流の剣、攻撃240だから、観光が青龍刀ね。前線2人はこのなんていうの、いつ、あの黄金族に取られた5つの剣持ってます。馬長が五行の剣っていう、あの店で売ってるやつね。装備攻撃170、馬長に渡しましょう。干渉の剣、さあどれほどの強さだ。干渉の剣、馬長190、微妙でもまあまあ強いっていうことか。さあ残り2つはどうだ。青龍鎧、青龍鎧は、あ、店で売ってるやつだね。これもいらない。最後3つ目、乱世の兜。さっきのやつだよね。
外れということで、参ったなこれ。進行のお札で退却するか。いやーでもなこのまま進軍しようか。さあ敵と対戦しながら行きたいと思います。守りの煙の効果なくなった。こっからバトル開始だ。義の武将がどんどん出てくるんだろうね。でも一度倒した武将ならね。おー外に出れました。現在の状況は策略ポイント81残り。厳しいね。このまま進軍するか。レベル42に上がりました。さあ補給できる宿屋とかがあればいいけどね。一旦セーブしておこう。さあさらに進軍しよう。守りの煙ももうないからな。さあさらにまた洞窟がありましたね。策略ポイント77。もう金銭弾とか使い切りました。これ長旅ですね。なんか砦とか城とかないのかな。しかも守りの煙もない。行くしかないな。さあ宝箱がいっぱいありましたよ。何これ。飛竜の兜いらない。持ってる。家臣の兜もいらない。金玉鎧これは知らんな。鎧重宝は現在青龍鎧武装度190。金玉鎧装備武装度175。弱い。いらない。いりません。さああと3つ。金銭炭まあ使わせてもらおうかね。どうしようかな。馬長に使いましょう。金銭ターン。もうギリギリの戦いだねこれ。長期戦だ。あと2つ。青龍鎧いらないね。ラスト信仰のお札いらない。なんか良さそうな宝箱が一つありますね。どうやって取りに。お、いけるじゃないか。調べる。正気の矛初めてだね。正気の矛重宝に渡そうか。あ違うな。馬長かな。馬長さっき拾った干渉の剣持ってるんだよね。脅威連動。いや正気の矛ドリューの剣装備している重宝攻撃240装備してみようか。240はないでしょうけど。ある。250。何これ。一番強いんじゃない。正気の矛重宝が正気の矛で重宝のお下がりの土竜の剣を、馬長に渡しましょうか。馬長が土竜の剣装備。これで馬長240で馬長のお下がりを干渉の剣脅威に渡しましょう。まあ、脅威あんまり戦うことない、少ないですからね。干渉の剣、オッケー。これで脅威も攻撃190。やっと長い長い
洞窟を抜け出しました。策略ポイント温存してね、なんとか金銭の刑以外使ってないからね。73。さあ砦か城はどこにあるんだ。一旦ここでセーブしておこう。さあ南か、南じゃなくて多分北に向かうと思うんだけどな。さあ道端で怖い武将に会いました。書くか。武将ファイルで確認しておこう。さあ書くかといえばもう義軍の名軍師、その知力はこのゲームでも228、かなりの高評価ですね。まあ光栄さんのゲームでも知力95以上を必ず評価されてるんではないでしょうか。テイクの勧めで曹操の配下になった角下、例えば劉備軍がね、徐州の刀剣のところにいた時に劉備から和議を申し入れる使者をね、使者が来たんですけども、曹操のところに、曹操はその使者をね、首を切ろうとしたんですけど、角下が劉備に恩を売っておきましょうという進言をして、軍を退けたり、まあいろいろと曹操にね助言をし続けたのが角下ではないでしょうか。若くしてね38歳で病気にかかって、帰らぬ人となってしまったんですけど、赤壁の戦いの で敗れた曹操がね言ったのは、閣下さえいればこんな敗戦はしなかっただろうと涙して言ったと言われてますね。さあ長領は一度紹介しましたかね。もう一度見ておこう。長領一度紹介したよね。さあ治癒兼備の武将、これは手強い。あ、もう一度計略を見ておこうか。感服の計使うんだ。そしてこっちは暗殺の計。これはもう砦の戦いじゃないか、対局だ。追いつかれた。激面の計、疑心の計。しかもうちの知力武将脅威が疑心の計書かれた。退却。追いつかれる。耐熱の計、やめてー。3度目の正直、退却でいるか。退却。退却成功。南は何もなし。あ、来ましたよ皆さん、砦。兵力、レベルまた一つ上がりました。レベル43。策略ポイント69。行こう。敵将はどこだ。牛金が相手じゃ。牛金武将ファイルで確認しよう。牛金どちらかというとイノシシ武者の、義軍の武将ですね。宋人と一緒に戦ってることが多かったんでしょうか。五軍との戦いで活躍しました。南軍の守備隊、ただしね、五軍が攻めてきた時に私が行きますと500名の兵を率いて出撃した時も帝砲に包囲されたり、あとはね、関寧たちと戦ってる時に宗純とかとね一緒に戦うんですけど、周囲にうまくやられてしまったり、どうなんでしょう。知力は低いですね。南軍を守備してる時に周囲にね、毒矢を当てたことがあるんですけど、それで周囲がね逆に計略をかけて周囲が死んでしまったと思い込んで、宗人らとね
野衆をかけて球菌先方として突っ込みますが、罠だったんですね。周遊の方は、死んでなくて蹴散らされてしまうとか、知力にはかける武力系武将ですね。牛筋総攻撃でいけるでしょう。第一の砦、力技ならこちらの方がもう上だ。兵力2万から1万5000以上ありますからね。第一の砦突破、第二の砦勝負。誰だ、貴様は孔明。え、誰これ。ふん、貴様らの中にも少しは切れるものがおるようだの。しかしここまでのこのこやってきたことを後悔させてやる。うわー、また芝居自ら来ましたか。これは長くなりますよ。今回はここで区切りたいと思います。次回、芝居中達とセカンドマッチ、お楽しみに。さよなら。